こんにちは。明治安田生命おうちで健活をご覧いただきありがとうございます。日本女子プロゴルフ協会ティーチングプロの中島聖羅と申します。この動画では安定したショットを打つために、目標に正しく向くためのアドレスについてレッスンしたいと思います。ぜひ一緒に楽しみながら行ってみてください。それでは早速始めていきましょう。それではかっこいいアドレスをするための準備運動をご紹介したいと思います。まず地面にクラブを置いてください。でクラブと平行に足を肩幅に広げて立ちます。この時の体重配分は左足50、右足50でバランスよく立ってください。骨盤のこの出っ張ってる位置からお辞儀をします。これを10回続けてください。でこの時に太ももの裏をがストレッチされていることをしっかり確認してください。で太ももが硬いと椅子に腰掛けたようなアドレスになるので、手打ちになってしまったり、体が回転しづらくなってしまって正しいアドレスができません。太ももがストレッチできたら、このまま腕を上に上げます。これも10回続けてみましょう。これは背筋を伸ばす準備運動です。背中が丸まらないように、で胸を張りすぎて腰を反りすぎないように注意してください。これで自然に腕を垂らしたところでクラブを構えます。これが正しいグリップの位置になります。これでかっこいいアドレスが完成しました。それでは続いては覚えていただきたいことが3つあります。1つ目は両足、膝、腰、肩のラインをすべて平行に構えることです。ほとんどのアマチュアゴルファーの方々は目標に対してまっすぐ向くことがとても苦手なんです。よく見る、一番よく見るケースは、体に対して肩のラインが左を向いているパターンです。どうしてそうなってしまうかというと、グリップをするときに右手が下に来るので、どうしても右の腕と右の肩が前に出やすくなってしまいます。そうすると肩が開いた状態になるので、スイング軌道が目標に対してカット軌道、アウトサイドイン軌道になりやすくなります。そうするとスライス系の左から右に曲がってしまう、距離の出にくい球筋になりがちです。もう一つは、目標に対して右に向いてしまう傾向の方々がたくさんいらっしゃいます。右を向いてしまうと目標はあっちなので、体が上からかぶってしまって無意識に修正しようとしてしまうので、先ほど言ったみたいな、アウトサイドイン軌道のカット軌道になりやすくなります。あと、足が右を向いていると体が回転しづらくなってしまうので、左にスライドしてしまったり、手打ちになりやすくなります。なので体の向きを目標に対してまっすぐ向けないと大きなミスにつながりやすくなるので注意してみてください。2つ目はボールの位置です。今7番アイアンを持っていますが、だいたい7番アイアンですと、センターのややボール1個分左ですかね。ドライバーになるともう少し左、左肩の前でしたり、左足かかと前の延長線上という表現があります。先ほどの説明のように、肩のラインが左を向いているとボールの位置も自然に左に来すぎてしまいます。でボールの位置が変わってしまうと、軌道が変わってしまうだけでなく、スイングのどこでボールを捉えるかが変わってしまうので、左にボールを置きすぎてしまうと、ダフったり、トップしたり、体が突っ込んでしまったりというミスになってしまいます。反対にボールが右にありすぎるとボールが上がりづらくなってしまったりします。ボールの位置が変わってしまうと、ペースの
芯に当たりづらくなってしまうので正しい位置で構えられるようにしてください。分からない場合は足を揃えて同じ幅足を広げてボールの正しい位置を確認してください。3つ目はクラブフェースの向きです。ボールの打ち出される方向はフェースのクラブフェースの向きでアイアンでは 75% ドライバーでは 85% で決まると言われています。それって方向のミスはほとんどフェースの向きで決まってしまうということですよね。なのでクラブフェースの向きをちゃんと目標方向に向けられることが本当に重要なんです。クラブの向きは目標線に対して直角に構えるのが理想です。なのでボールと目標を結んだ目標線の、おそらく50センチぐらい先に何か目印を見つけます。今日は分かりやすいようにボールを置いてますが、コースだと葉っぱだったり、枯れた草だったり何でも構いません。この目印をスパットと言います。でスパットに向けてクラブフェースを合わせてから足を置きましょう。足を置いてからクラブフェースを置くと正しい位置に置けなくなってしまうので、必ずクラブフェースをスパットに向けてから構えるようにしてください。アドレスはよく電車の線路をイメージするといいと言われています。電車のレールの外側のラインはボールと目標を結んだ線です。そして内側のラインは足、膝、腰、肩が平行になるラインです。練習場行く時もお家でもコースでもこの線路をイメージするといいと思います。練習場へ行く時も必ず目標を決めて練習してください。目標を決めずに練習してしまうとミスが起きてしまう時にスイングに問題があるのか、それとも単純にアドレスや向きに問題があるのか分からなくなってしまうからです。スイングを直すのはとても難しいですけれど、アドレスや向きを直すのはとても簡単ですよね。練習場で目標を定めずに練習してしまうと練習場ではうまくいくのにコースではうまくいかないっていうことにもなってしまうので気をつけてください。いいアドレスをするための3つのポイント、体の向き、ボールの位置、そしてクラブフェースの向きを忘れずに確認してください。皆さんお疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ちゃんとしたセットアップができれば正しいスイングをするための準備が完了します。実際にクラブを振らなくても正しい向き、アドレスができていることを鏡の前で確認すると確実にスコアアップにつながりますので、ぜひ試してみてください。短い時間でできる内容ですので、今後もこの動画を見たりお家で健活シリーズの動画を見て継続的に行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。